チャンネルをいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思っております。まあ前田美智子の話を先日やったと思うんですけども、うん、やっぱ五社協定で厄介ですな。そうそう、前田美智子が干されたね、五社協定、うん、五社協定っていうのは何で起きたか言ったらね、うん、あの日活っていう会社が一時ちょっと調子が悪かって、うん、それが何とかせないかんちゅうので、であっちこっち の映画会社の主要なとこを引き抜こうとしたよな。ほうほうほう。でこれに対抗するためにその当時残ってた松竹、東宝、大映、うん、新東宝、うん、それから東映が5社、うん、5社ですね。でその5社が、うん、その引き抜かれんようにということで、うん、協定を、秘密協定を結んだっけ。なるほど。でその協定はどういうことか言ったら、それからそれまであのよその会社へ貸し出しをしてた、なんかでちょっとお宅の女優あの専属やけどもうち行かせてくれとかいうこと で、うん、でそういう貸し出しももうこの際やめようと。なるほど。いうその2点を約束したわけ、うん、でこれはあのみんなその日活に取られんための一番の対策やったわけやな。まあ言ったら巨人に対抗するために5球団が対応するみたいな。そう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 。だからあの危ないってことやな。なるほどね、うん、でそれをやってね、そしたらその日活はどないした言ったらね、うん、まあ、しゃあないやん、ええ、ほんでここで出てきたんが裕次郎だ。石原裕次郎。石原裕次郎は独自に、うん、あの石原慎太郎の弟をあの連れてきたんを売り出したわけよ、うんうん、これが人気が出たから、もうそうするとあの、まあ、よそからかあのその無理やり引き抜かんでもニューフェイスっていうのをあの募集して、うん、新人を集めたらええと。なるほど。週刊少年ジャンプみたいな、うん、だからそういうなんで出てきた吉永小百合なんかもそうやしな。だから泉雅子とか、うん、あの芦川泉やとか、うん、それからあの日活はその青春スターっていうのがみんなその若手がいっぱい出てきたわけや、うんうん、でそういう路線で行ったらもう大当たりしたわけや。なるほど。だから結局あの日活ももうそのそういうその引き抜きをせんようになったから、で逆にその五社協定にうちも入れてくれってでも六社協定だよ。六社協定、社が一時六社協定ねえ、そうなりますよ ねなったりね、うん、そういうことになる。だけどその五社協定でいろいろ煽りを黒たんが山本藤子、うん、一番さっきのその五社協定自体はその秘密協定言うたやろ、ええ、ほんでこれは無言の圧力になるように、ほんで秘密協定にしてるのは結局独占禁止法やらに引っかかるですよね、うんうん、それから秘密にやってるわけや、うん、それからだんだんその実態はだんだん分かってくるわな、みんな、ええ、でそやけどもテレビにも貸し出さへん、テレビも危ないと。今度はその日活が入ったっていうのは、うん、そのテレビやらに持っていかれたら困るということもあるから、日活もそれ加盟したな、まあ、ということはテレビと映画の会社の関係でそれがやるんですね、うん、そうすると今度テレビがね、テレビも日活と同じことでね、新しいとこからそのもう映画界の人借りんでもっていうて出てきたのが新劇や。新劇のその役者をもっとどんどん使おうということ、そしたらあの映画のあれに縛られることないわけや、それから前言って杉村春子なんか新劇の人やからええわけろ、それから中田達也とかあのまあ進撃もあの人気のある人がいっぱいおるわけやから、うん、それをどっと使うようになって。なるほど。ほんで子役は児童劇団から持ってくると。ほうほうほう。ななかなか考えますね、うん、そうするとあのもうそのいらんっていうことになるわけ、うん、それから余計それでテレビはあのテレビが強なって、うん、あの映画が弱くなったわけ、ね、なんかね現在のインターネットとテレビ似てません、うん、だからそれで結局最終的に大映は倒産する。あら、そうも行きましたかこの時ねあの映画界も面白いこと、フジテレビでスター戦一夜って、これものすごくあの長続いた番組で一人ずつスターを出して、うん、その今の近況やとかいろんな状況をやる番組をテレビでやったわけ、でこれがものすごく売れた。でこれはあの映画界が松竹とか大映とか協力してるわけよ、これこれは何で言ったらその映画の宣伝になると思うだけ。なるほどね。要はシナジー効果狙ったと、うん、それからそれに関してはその五社協定に
反しないと映画で使うんと違うからっていう名目でなんか色にゲーム考えますねやったんやけど、うん、結局はあかんようになっていくわけやな、うんうん、だからなかなかその五社協定中のもうまいこといかんで、そういうのが出だすと今度どういうことになるか言ったら、進撃の俳優やらを出すのに、昔はその進撃自体がその劇団員上納金とか言うて、うん、みんなね出るときはまあ何パーセントか取っていったんですね、うん、かなりの額取られたわけや、うん、で劇団におる限りはみんなそれ払ったんやけども、それはバカらしいから独立するやん、うん、また劇団員が、ええ、また今度それをマネージメントする会社っていうものができた人、これが芸能プロや。なるほど。芸能プロがいっぱいできてね、うん、それにマネージメントしてもらうのが、ほんと交渉やらもそれがみんなやってくれるわけやから、むしろそれまでいなかったんですね。そうそうそう、だからそれをやってたんが進撃やった、劇団がやってたわけで、マネージメント料を置いて半分ぐらい取ってたわけや。でそれバカらしいって言うんで自分でやるようになって、なら劇団と関係なく交渉できるわけやから、その方がマネージメント会社はやっぱりその俳優が活躍してくれたらそんだけ入ってくるわけやから頑張るわな。だから頑張りようが普通の劇団やると違うわけや。劇団はついでの、まあついでに入ってくる特別の利益金ぐらいに思ってるから、そんなに熱心ではないわけな。進撃頑張ってもらわないかんから。だけど芸能プロって言うたら、今度は芸能プロ自体がその役者をなんとかたこ売ろうとするわけやから、役者もその方がいいって。だからそれでますますその映画なんかも赤くなっていくわけ。なるほど。全部もうその映画会社日活もだんだん赤いようになってきて、それから東映なんかも動画なんかにして、で他の映画の配給とかね、外国映画輸入して配給するとかね、もう自分とこが映画作らないようにみんななっていくわけや、うん、だからどん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 悪くなっていくわけやな。なるほどね、うん、ただその代わり、うん、悪くなりつつも工夫はされていくわけですね。そうそうそう。ほんで一番ね、その中で一番大きい被害というか、映画界の大損失と言われたのは、その山本富士子が日活の引き抜きの、うん、その阻止するために、うん、永田が一が提案したのは、うん、結局会社の専属の監督とか俳優をよそへ、うん、引き抜き預金、 お互いに引き抜きを禁止、うん、それから貸し出しも禁止、うん、これが2つや、うん、それ以外に実は会社とトラブルを起こしたもんも、うん、見せしめのために使わないと。完全にねパワハラというんです今言ったら、うん、それから秘密にせんならわけない、一応約束出せませんよこんなもん。だ、うん、けど それで結局各社へは、うん、そういうことがあった時に、うん、あれを使うなっていうのを一斉に指令出すとどこも使わへんわな、うん、これはそれで使わへんとは言わへんから、うん、なあ、とにかく契約しませんってことね。契約しませんっていうことやな、うんうん、でその中で山本富士子はミス日本の第一回のミス日本になって、まあ、すごい綺麗でしたね。ほんでもう各社争奪戦で、うん、大英入りした人やな、うん、だけどもいっぱいよそからも貸してほしいっちゅうので、うん、その五社協定の前にはいっぺん貸し出ししてるわけや、うん、でそれが なんかグランプリかなんか取ってんねんけども、うん、ほんでその同じ監督がもう一回貸してくれって言った時に五社協定にもう入ってたから時期が、うん、翌年には、うん、で結局出されへんっていうことになって、うん、で山本富士子自身は大英とその契約更改する時によそにも出られるようにとか、それから年に何本とか、そういう契約をきちっとしてほしいって言うて永田が一に言うたわけや。ほんでこれが結局永田は気に入らんって、ほんでこれも結局五社協定で干したわけや。ほんでそれから山本富士子はこれ以後一回も映画出てないわけ。へー、完全に。そうなんですね。ほんでどうしたか言ったら、うん、舞台俳優だと。あ、舞台 OK だね。うん、あ、そうか、映画と関係ないからか、うん、ほんで舞台で1ヶ月公演っていうのを日本中でやる、これをずっとやってたからね、うん、全然かえってその自分の好きなようにやれるっちゅうので、うん、で映画界から去ったわけやな。なるほど、うん、まあ、今言うたらテレビ出されたテレビ干されて、うん、YouTube 走るみたいな、完全にな、うん、そういう感じですね、うん、ほんでもう一切言うてきても出ませんっちゅうことやな。なるほど、うん、
そういう強い態度に出られたから、うん、だから被害としては受けてない、うん、映画界がむしろ被害、結局そう思いますもんね、うん、損害を被ったようなもんやな、うんうん、僕はあの山本富士子っていうのを ここにちょっとなんかイボみたいなほくろみたいなのがあって、僕はあんまりああいうのは好きでないから、うん、もう一つやったけどね、まあ、そうなんですね、うんうん、だから長谷川一夫にしてもそうやわな、だけど長谷川一夫もものすごい人気やったから、うん、それからもう日本一の美男美女 あのコンビって言うて、うん、ものすごい大英ではあのドル箱スターやったわけやけどな、うん、ドル箱推しだったらダメでしょ、うん、それからドル箱やから よそにも出たいって言うたんで、うん、怒って推したわけやけど、結局それでなせっかくの映画界のドル箱が、うん、演劇の方へ逃げてしまったってことしかも大英倒産の演員になってるのか、そうそうよ、そう考えたら五社協定って害悪ですな、うん、だ、うん、から自分で作ったあれで、うん、結局永田貝一っていうのはあの失脚したわけだけどな、そうね、うん、だけどこの永田貝一っていう人もまたむちゃくちゃ面白い人でね、これはもう これで別立てでやりますなくなるから、あ、そうなんですね、うん、ありがとうございました、うん、まあ言う、まあ、こういうのを聞いてみますとね、うん、厳しすぎる協定っていうのは大抵破滅を生みます ねなんかね、うん、最近で言うたらね、うん、まあ、昔芸能人いろいろ干された芸能人がいるんですけど、最近干された芸能人も YouTube で活動してる人いるじゃないですか、そういうのを見てると今のテレビも結構干してきたとこあるじゃないですか、うん、まあ、そのねほころびがテレビで見えてるのかもしれない、そうよね、やっぱりね、そう考えると、うん、ちょっと緩やかにやっていくことは重要かもしれないですね歴史は繰り返しちゃうね、だから最近ラジオなんか見てるとラジオが盛り返してるんで、うん、それだと YouTube やらそういう時間、例えばラジオってのは5分ぐらいで放送できるじゃないですか、うん、1時間でも、うん、そういう柔軟性が大切なんでしょうね、でラジオはね、だらだらとかあのかけな、かけっぱなしで、うん、あの他の仕事しながら聞けるからね、そうですね、例えば3時間の番組を、うん、野球放送入って2時間55分で残り5分の放送したいそうです、うん、そういうところはラジオの強みで今後、うん、テレビよりラジオの力を持つんじゃないかと思うんです、だからあのうんと一時のことを思ったらラジオは元気やわね、そうですね、うん、だから今後テレビとラジオどっちが衰退するのかちょっと見物でありますね、うん、まあ、皆さんはどう思われますか、ラジオと結局 YouTube という時代になってきてるの違うか、あ、それはあるかもしれないですね、うん、まあ、ただそのラジオもそういうネットが配信が前提になるでしょうね、うんうんうん、まあ、そう考えるとね、今後のメディアの動きは見てみたいところであります、皆様はどう思われますでしょうか、コメント欄によろお聞きくださいませ、いつも見てくれてありがとうございました、また会いましょう、バイバイ。